書道家であることの面白みは、新しいスタイルが出ていないというか、これからもっともっと伸びていく分野だと思うので、それでそこの分野を開拓できるっていう、新しいことがしやすいっていう部分ですごく面白みを感じてます。その筆の動きっていうのはもう何千年経っても変わらないというか、その時のバイブスとかグルーヴとかをもう1000年後2000年後でも感じてもらえるので、そういったものがもし地面に埋まったりして、で、まあ何千年後か、作品のスタイルは